これについていけばいいの。なんか違う気がするんですけど。こう、こうや。今こう。だから、ここ曲がって戻ると。戻ってこれ止まるって。さっきこうやったから、まっすぐ行っとけばよかったんだよ。で、こうや。あ、さっき突き決めたあったな、大きいとこ。そうそうそう、それか。今こう走ってきたんだよ、ずっと。あー、あ、ちゃうやつか。入れようか。フーリードとつけてもらってもいい？トイレ行きたい。でも非常用じゃない。あ、こっちもなんかあるよ。どうなんだろう。案内が欲しいね。明日とかがあればいいね。フレンズをやってます。まあ目の前にあるし、こっちから行ってみる。これ、うん、手作りお弁当。この辺だけかな。お弁当だけかな。なんかお弁当だけやってるっぽいな。あっち行こうか。なんか腹ごしで、午前中学生さんご飯食べてる。めっちゃ焼きそばご用意。めっちゃ前に焼きそば。さっき柴犬どうなってたのか、ベロンなってた。うん。なってた、なってた。かわいい。盛りだくさん。盛り盛りじゃん。あ、こっちがメイン。めっちゃいるな。リス持ってる。わ、すごい。あ、かわいい。リス？シマリスみたいな。え、え、モモンガ？かわいい。めっちゃかわいい。ヘビ。あ、ここか。うわ、ちょっと待って、やば。やば。
まあでもせっかく買ったら帰ろう。うん、帰ろう。あ、そんなに混んでないね。この辺からだよね。なんか国会みたいなのめっちゃいいじゃん、本当のシーズンある。ラブリーチ、チケット裏側のお客様のお名前と電話番号、お名前と電話番号を紹介しておきます。チケットの裏側に入れたらこちらです。お名前と腕場番号の本当だ。動物園の匂いするわ。すごいね。どうぞ。餌やりだよね。餌やりコーナー売ってんじゃないんだ。あ、売ってはないんか。触れ合いコーナー、あそこが触れ合いコーナー。チンチラいる。うおー、爬虫類がいる。爬虫類がいる。え、見たい。ここで買ったんじゃない、さっきの人。あーはーはー、あ、本当だ、売ってるね。ヘビいる。うん、ヘビいる。さっきの子かな、ほら、揺れてんじゃん。ほんとさっきの子だ。絶対さっきの子だ。かわいい。いっぱい長いですね。かわいいけど、噛まれるんだよな、多分。上がりしてんじゃん。ねえ、二人だけ入れそう。二人だけ、うん、触れ合ってきなよ。うん、で、ちょっとこれ持ってって。200円。最初以外撮ってるわ。ニワトリはどう？え、ニワトリ。ニワトリ？いいよ。ニワトリ行こう。ニワトリ行こう。いや、わかんない。触るとよくリッパン見えるんじゃない？にゃーん。
首に巻いてみーや。いけるよ。え、ヘビ苦手なの？大丈夫。ベロ取りたい。あ、この鱗が脱皮してんだ。そう、ちょうど脱皮の時期。脱皮してるよ。足だったら自分の足にボンナーがあったらペリペリ剥がしたい。鶏かわいいな。私だもん。え？私だもんね。
ニワトリ意外と可愛い。めっちゃ可愛い。このこいつめっちゃ可愛い。消臭的なことじゃない。こっち行ってみようか。ステーキ屋さんの特製弁当。イベントっぽいやん。
しなんか量がさ、お肉だけで食ったらさ、お肉がどっさり入ってると思わせる、実は半分パスタだったみたいな、いっぱい入ってるように見せるために、ちょっと、あ、入ってるように見せるため、カーブの味をみたいな、かさぶしよ、でしたね、チコちゃん、よくわかったね、誰でもわかるわい、いや、最後でも、あ、食べれた、食べれた、今回ご協力いただいたのは、お弁当協会のお弁当さんです。さっさっお弁当さん、うん、で見てまだ通り、なんて、めっちゃ可愛いじゃん、あれね、これハツキじゃん、これ、あれはもうちっちゃいやつ、違う、あれ、ちっちゃいじゃあ、じゃあ、ママ、肩に乗せてもらおう、ハスキーでかいね、ママ、肩に乗せてもらおう、え、6番ゲートにした、あ、見えない、ここからは、ね、あ、本当や、分かった、ハスキーでかいな、ハスキーの上に 乗りたいね、ポフってやりたい、涼しい、めっちゃ涼しい。